それにしてもいい南蛮袋じゃのう。おお、いいじゃん。いい筋肉じゃのう。お、わかるかのう。苦しゅうない。いい二頭筋しておるぞ。肩もなかなかにやっておるようじゃな。刑事殿は。すごい。負けません。大負けしよう。大負け。これが LDH ですよ。パワー。筋肉。みんな、このシュラが50、じゃあ、確認します。ゆっくりはいはいはいいいよいいよありがとう。おつかんがいい。タンガキンガカンガンキンガ3人目で、その時に3人目来たよ。そう、俺が最初だ。そうキュン、そうほらカカシシュアガキンガキンガキンガン、はいはいはい、奥に行きながら流す、はい、ガン、肩が気をつけて行きます。はい、でこの時ちょっと頑張ります。はい、でこれがなんかドーン。革命の手前は加藤家家臣飯田革命と申すの後カットして、だから小林さんの本体である前にカット。はい、で、手前は前の刑事者で繋がれていくと。ああ、なるほど。はい、各部屋手前は角置発射、飯田各部屋と申す。手前は前の刑事です。そうです。この流れでお願いいたします。はいはい、刑事は以上かなと思いますので、では実際にお芝居で行ってみたいと思いますので、その切り者の着せることを秀吉公より授かった歌舞伎御免の話、知らぬこととはいえとんだご無礼。かまわんよ。引き止めろ。おお、助かった。して前田殿、なぜまた遠路はるばるこの肥後が。戦の風に吹かれてですな。いやいや、意味わかりまへんて。なるほど、噂通り面白かお人じゃ。そうじゃろう。あ、お得意もちょっと言ってよ。そんじゃふざきょって何か。あ、オッケーです。はい、こんな感じです。オッケー。まあ、頭パンクです。やばい、立ち位置やばいよ。前を踏襲したのだけちょっと伝える。あ、はい。あそこのね、ここのまさか財宝探る、ここで間を開けちゃうともう先出しになっちゃうから、この会話の2人の会話の中で刑事がやってきたら本心は反対するでしょうね。まさか財宝探るのないのって、えっ、でここで空気が止まりつくて、今まさかって空気止めちゃうとこれもいけないから、この会話の流れでこうこうこうじゃないのって、えっ、なんだって、あっ、やばっっていうのに行きたいから、ここでは間をつかないで、ここで一回ってなったら、ここでやはりか。そうなんで、ちょっとしんどくて、この伊藤さんにお願いします。よし、これもう一回できるのかな。どうしたらできるの。そっか、ちょっとやらせておくれって思ってマジでやってない。今初めてだ。今また流れよ。はい、了解です。ありがとうございます。ことがビクでやってないんだ。そうなんだ。そうなんだ。さっき初めて。
まあ、なんとなくの未山はこういう形つけて、うん、多分派生形でどんどん変わっていくのはいいと思う、うん、ただ多分やり一旦それでやってみて、はい、全然心情と合わないみたいなものがなければ、うんうん、多分そんな合わないことはないかなっていうふうに思ってたら、了解です、すみません遅くなりました。あの時計で5時55分短いですが5時55分この続き行かせてください。一旦車の方に行きます。お疲れ様でした。数少ない芝居稽古の時にそこで一旦やってみて、であとは気持ち悪いとこう整えて、はい、もっと、はい、段階上げていこうぐらいのことにしたいな、はい、できる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 砂糖で卵に砂糖入れた、かわいいな親戚また甘そうなもん作ってこれは鶏胸を味噌と生姜で、あ、やっぱり脳筋がいる脳筋いるわおもろいですね、みんなのこうやって作ったからやってさ、お前はコンビニのチキンか一緒やで、一緒やで、奢ってもらいました、リグにチキンを奢るってなんかちょっと恥ずかしいなんかいい弁当をあげたいとせーので合わせる位置作ります。もう右手さんバチン、はい、であれば秋山さん、そこにいながらいい持ち込む感じで、ケーキを蹴ってガチンなので、はい、だからガチンはいはいはい、そしたらこうなったら映像とかバーッといっていろんなやつしてる、実際に勃起は砕け違うんです、はい、もうすごい衝撃が入ってバカールと、はい、これピン効果音としては どれくらいそうですか、ズワーッ、瞬間に衝撃ですなんかヘンドーンとかじゃなくてドカーン、なんかでも余韻はあります、一発の多分イメージでもここの時点でドーンって来てるドーンあ、携帯をするはい、2個あるドーンドーンいや、いつ吹っ飛べばいいかキュンから波状の、波状の宇宙が生まれる、宇宙が生まれる、やばいやばいコスモが生まれる面白くなってきたからやばい時間ないよ、時間前田殿、一切の容赦はござらんな。ああ、ああ、なんと血も化け物や。前田殿は虎を相手の踏み込みの呼吸しかとつかみましたぞ。もはや是非もござらん。頼みましたぞ宗茂殿。承知いたした。はい、ありがとうございます。止めます。止めます。はい、ありがとうございます。できますよ、そこら。横移動。横移動できます。サスケや。サスケ出れるじゃん。武蔵だ、武蔵。あ、でも右手。あ、そこまでやんなくて。お、サスケ？サスケ。おちゃん。来た。どうすると思う？武蔵。どうして？武蔵。武蔵。やるしや。痛いです。痛いですよ。痛くて痛くて。はい。では、続きまして、次はレッツヤの手を確認していきたいと思います。ね、次はレッツヤの手と思います。いいボディだ。すみません、5年試合の一緒で、顔だけの。入りのタイミングだけ難しい。なんか、チャジャンみたいな音が分かると思う。チャジャン。やってることまでしちゃうんですよ。いや、の手は右手が上ってほしいの。あー、
ちょっとだけ。こんな体重乗せて。あ、大丈夫。のこんなね、これこの間にこう打ったら私どんなもんよかかははかかんパフパフいけたなこれ、逆に言うとこんな先引っ張ってやってるのその方が上げたい。すいません。あ、全然全然。ここは全然引っ張ってちゃって。なんで、ルシドンの模様がかーはー段取りさ、あれ、まず、1、ダン、タタン、タタンタタン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 だったら助かる。で、1、2、3、4で、カン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 。おい、もっと早く行ってほしい。って膝だけ上げて、で足伸ばしてカンと、でこの時に右足にちょっと体重でスーッとカンカカンカン。いや、ドンの前にねカカン。あ、アツシ君の動きに合わせてやる、俺らやるから、だったらアツシ君先導で、だってアツシ君見えるもんね。だったらアツシ君の動き。やってるのは、パカン、3、で、カン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 だから。足に合わせてくれ。うん。最初に足も一緒に動くんですけど、正面向いてるから動いてるだけなんで。カカン。カカン。まずかかんの時に横向きます。かかん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 。ありがとうございます。すいません。全然全然。横向いてる。はい。ちょっと流れはこういうことにさせてください。ちょっとまあね、練習が必要かとは思うんですが、ちょっとこのような流れに。